166カ国を対象としたユダイモニアなウェルビーイング調査。ウェルビーイングとは、個人、またはグループの状態を指す概念である。ウェルビーイングが高レベルの時、その状態は良好であることを意味する。意訳すると、ウェルビーイングは、良好性や良好性状態ただし良好であることに限らない、となる。ウェルビーイングは、医療や看護、健康分野で頻出するが、公式文書などでも、幸福、福利、安寧などの語を当てる事例が少なくない。Huseyin Naci、PhD とJohn P. A. Ioannidis、MD、DSC による定義、直訳、ウェルネスとは、伝統的な健康の定義を超えて広がる、身体的、精神的、そして社会的、相互に関連する、ウェルビーイングの多様な側面を意味する。またそれは、身体的活力、精神的な平穏、社会的満足、達成感、そして個人としての充足感などを実現することを目的とした活動や選択を含む。Wellness refers to diverse and interconnected dimensions of physical, mental, and social well-being that extend beyond the traditional definition of health. It includes choices and activities aimed at achieving physical vitality, mental alacrity, social satisfaction, a sense of accomplishment, and personal fulfillment. 1948年の世界保健機関憲章に直訳、健康とは身体面、精神面、社会面におけるすべてのウェルビーイングの状況を指し、単に病気、病弱でないこととは意味しない。ヘルスイズ、A state of complete physical, mental and social well, being and not merely the absence of disease or infirmity の一文があり、ウェルビーイングは当時一般的ではない英語表現であったことから、欧米でウェルビーイングやウェルネスが体だけではなく、精神面、社会面も含めた新たな健康を意味する単語として用いられ、その後の健康ブームで広く知られた。WHOが定義する体だけではなく、精神面、社会面も含めた健康を意味する場合がある。通常のヘルスの代わりにウェルビーイングを使う文脈は、WHOが定義した健康を指す事例が多い。WHOの文言は、健康とは、身体面、精神面、社会面、全部におけるウェルビーイングの状況であると記して、状況の良し悪しは触れていないが、ウェルを良好、ビーイングをであることとそれぞれ解釈し、下記の意味で用いる事例が多い。ウェルビーイングとは、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念で、幸福と翻訳されることも多い言葉です。1946年の世界保健機関憲章の草案の中で、健康とは病気でないとか弱っていないということではなく、肉体的にも精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることを言いますと用いられています。WHOの文言は、ウェルビーイングの多様性を示し、社会的なウェルビーイングが低いの表現や、別のページで人生の充実度の表現も見られる。幸福、福利、安寧などの翻訳は、ウェルビーイングの語彙を正確に反映していない。2017年に更新されたジュネーブ宣言で、患者の健康とウェルビーイングを第一に考慮するものとする。The health and well.Being of my patient will be my first consideration とする文が追加された。医学、健康科学的なウェルネスとも本来のウェルネスウェルビーイングとも異なる疑似科学的なウェルネスである。1970年代のカリフォルニアでヒッピー文化の影響を受けた自然派的な健康志向によりウェルネスが再発見され、ジョン・トラビス氏などを中心に秋道者がおりフォロワーもいる。このウェルネスは代替医療分野であり疑似科学的と批判がある。ウェルネス、医学的なウェルネスは心理学等の科学的研究分野で特定分野で一般に使うウェルネスウェルビーイングと異なる。2014年にイギリスの国民保健サービスは精神的ウェルビーイングの獲得方法として以下5つを推奨している。地域や家族とつながりを持つこと、身体的運動を行うこと、自分が楽しめ生活の一部になるようなもので、スキルを得ようと学ぶこと、料理、楽器、自転車修理などからでよい、他のものに与えること、言葉や笑顔のような小さなものからでよい、今この瞬間に注目すること、ありがとうございます。